おはようございます。釣り子 TV です。先日の動画に引き続きですね、引き続きこのタイニーブルシューター使ってみたら結構釣れたよなんていう日があったんで、まずはこちらをご覧ください。タイニーブルシューター餌だね。ふわーって泳がしたらもう躊躇なくガバーって食ってきた。あーでやっぱねえこのカラー肉眼で見るとねほんと背中にピンクがあってどこにいるかイメージしやすいからこの色いいな。結構ねほんと全部カラーがとんでもないリアルだったりするからねえルアーインジケーターとかつけてどこにブルがいるか分かるようにしといた方がいいかもしれないですね。ちょっとねサイズは小ぶりだけど本当こうピッチングでブルフラット打っていく感覚でね打ててそんでなんだろう針ががっつりかかるね。針が準備されているね。だからジグストとかやってたあちょっとレンジ上だなーなんて時はこっちの方が効率いいかもしれないですね。わしゃ食った、うん、ふわーっと追ってきたの見えたらこうそのまま沈め込んでいくと、おお、ちょっといいサイズ。うわー、がっつりハーモニカ食い。はい、釣れました。がっつりね、ハーモニカ食い。ちょっとね、サイズ長くなったね。こんな感じで。おお、ねいいとこかかってる。今ね、追っかけてくるのが見えて、そのまますーってね、フォーリングさせたらそのまま追っかけてって食ってくれました。はーい。でタックルはね、メタニウムにホワイトウルフこんな組み合わせで来ました。やったぜー。いやー餌だねこれ。ナイス。いやー早起きは三文の徳ね。タイニーブルシューター活躍してます。魚のレンジが上ずってる時は本当ねえこれでいいね。いいというかテンポよくねえ打っていけるからこれがやっぱオリジナルサイズとか160だとねちょっと専用のタックルがいるんだけど本当ジグロッドとか普段使いのねそういうやつで。ね、こうテンポよく打っていけばいいからまあでも一発大物狙いだなんて時はやっぱりねオリジナルサイズとかねあ160の方が効率がいいんだろうけどただタックルおかっぱりでね1本で釣り歩いていかなきゃいけないとかねそんな時とかにねまあビッグベイトタックルやりきるぞでももちろんいいんだけどこういうねえワームもやりながらその他いろんなのを投げながらそれこそ今使ってるこのタックルだったらねえ軽めのミノーなんかもあと軽めのトップウォーターなんかもできちゃうそんな竿なんででもね上は。そう NZ クローラーとかまでねいけちゃうからほんとこの小気味よくキュッ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 って動くこれに通常のねストレートリトリーブでももちろん魅力的な動きするんだけどそれにプラスしてねハイテンションなロッドでこうピッピッティッチングするとパッ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 ってねちょっとしたティッチングの動きにももう機敏に
霧もみのアクションが発生するから、この複合アクションはさすがにね、やはりこんなにいっぱいついてるけどバスも見切れないんじゃないかな。とんでもねえルアーね、ですよね。あの本当でかい系でね、とんでもないルアー多い印象だけど、こっちの小さい系でもちょっとやべえルアーがこんな増えてくるとね、もうバス戦々恐々っすよね。これは参っちゃうよな、バスもな。なんか三重バスがいたらな、三重バスがどういう反応するか入れてみたいけど、ちょっと今日は三重バスはあんまりおらんので、霧もみアクションさせて、たまにそうすると下からブワーって見に来るんですよね。普段ミノーとかで釣ってるやつ、それにギル系シルエットでどうかなーなんつってやってるんですけど、あそこの淀にこっち側から惜しい、あーちっちゃい、おータイニープルシューターにタイニーバスが、タイニーバスが来ました。あ、いた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 、タイニーブルシューターにタイニーなバスが来ました。いやー、よくこの流れの中でね食ってきてくれたね。はーい、タイニーブルシューターでタイニーバス、じゃあ逃がします。でタックルはね、メタニウム、新しいメタニウムにホワイトウルフ、イエーイ、ね、こんな組み合わせです。はい、よく食ってくれた、じゃあ逃がします。はい、というわけでね、タイニーブルシューター使えるなーなんて思ってね、投げてみたら、全部合わせたらね、確かこの日5匹ぐらいこれで釣れたんですけども、だから結構ね、よく見ると、短日で歯型なんかもねちょっとついたりして、というかまあよく釣れるルアーだなーなんていうね。で、まあ先日の動画でもご紹介しましたけども、針をこういうフッ素加工の似たようなサイズの針に変えてね、そうしたら小さいバスなんかもねかかるようになったなーっていうね、そんな印象があります。まあ刺さりがいいので小さいのがちょっかい出しに来てもしっかりとフッキングまで決まったなーなんていうところと、あとまあタックルのところなんですけども、こんな感じのタックルで使ってみております。はい、ニューメタニウムですね。ニューメタニウムにこれはフロロカーボンね、フロロマイスターの14ポンドを入れているはずだと思うんですけども、で竿がですねこちらホワイトウルフというロデオクラフトの竿で、17ポンドクラスというやつでね、このガイドが16ポンドは SIC で少し大きめのものなんだけども、よりうちの釣りにも特化させるためにトルザイトガイドで少し小口径のガイドにチューニングしてあるよっていうのが17ポンドクラス。これでね、これの組み合わせ、これがね非常に投げやすくて、で動画の中でもなんとなく喋ってたんですけども、ちょうどこのサイズ感だと、テキサスリグにしたですねブルフラットを岸際に打ち込んでいく、そんな感覚で投げていくことができるんですね。ちょうどねサイズ感もね 4.8 インチなんかと似た感じなんですけども、で、まあブルフラットだとまあこうノンソルトとかも今ありますけどね、どちらかっていうと下のレンジを攻めていくっていうね、感じですが、こちらの、タイニーブルシューターだとその姿勢がまあ縦になり、そして上のところを比較的効果的に攻めて、でまあその浮き姿勢の調整にもよるんですけども、まあああいう流れがある中だとこの竿の角度とかの変化でちょっと
ドリフトを中層で漂わせたり、あとはスナップとかをプラスすることによってちょっと沈み込んでいったりっていう感じで、そのワームプラグで、まあ、全然違いますけども、狙うレンジをそのデプスのルアーの中でコントロールしていきやすい、そういう仲間が増えたのかななんていう印象でね、使ってみたんですけども、何にしてもこういう感じで針がねトリプルフックで外にこういう感じであるので、リアクション的にハッて食った時なんか、まあプルフラットでもちゃんと送ってガンって合わせるとねしっかりかかるんですけども、こういう外付けの針があるからふとリアクションでバッバッて食っちゃったやつなんかにも、かかりやすいんじゃないかな。そんな感じで、あとはまあゴミのあるなしとかカバーのあるなしとかいろいろ考えながら使い分けていくといいのかななんてね。でメタニウムなんですけども、まあ、このぐらいのサイズのルアーを投げていくので、スーッとね、あんまりこうルアーが上に浮き上がったりしないで思った通りのとこにスーッシュパッっていう感じでね入れ込むことができるね。そんな感じで、すごいねこのぐらいの重さ、投げやすくて、であとフッキングしてからのこの剛性感みたいなのもね、お一気に抜くぞなんていう時も結構ねメタルボディで頼りになるね相方なんじゃないかななんて感じながら使っておりました。先日はもっと柔らかい竿でもね、面白くね釣ることができたりしたので、結構だからこのなんだろう、ロット専用ロットとかを選ばないで、ギル系パターンを遊べる、そんな感じのね、ルアーですごい面白いんじゃないかななんて思う。まだねちょっとね、人気で買いづらいかもなんですけども、徐々にね、まあ、カラーなんかもね増やしていけたらななんて、とりあえずこの視認性のいいねこんな感じのカラー使っていたら、あールアーがここにあるな、あバスあそこにいるななんていうね位置関係もつかみやすかったので、引き続きまたねチャンスがあったら違うカラーなんかもね、変えたら買ってみたいななんて思うんですけども、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですねタイニーブルシューター、これがね大活躍だったよっていうこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。針がね、よいしょ、はい。